現在のエジプトアラブ共和国の地域を領土とし、1922年から1953年の間ムハンマドアリー朝が支配していた王国。エジプト革命により、共和制に移行されるまで存在した。1805年、ムハンマドアリーが、オスマン帝国の属州エジプトの総督に就任し、マムルークなどの有力者を排除を行い、エジプトの支配体制を確立した。 1820年に、後のスーダンに侵攻し、東部のフンジュスルタン国を滅ぼし、ダール・フール・スルタン国から、コルドファンを奪い併合した。さらに、ギリシャ独立戦争の出兵の代償として、オスマン帝国に、シリアの活動を要求し、エジプト・トルコ戦争を起こし勝利するものの、列強諸国の介入により、ムハンマド・アリーは、 自らの子孫による総督の接種を認めさせる代わりに、シリアの活譲を諦めることになった。しかし接種制を認められたことにより、ムハンマド・アリー朝が事実上成立した。1869年に、スエズ運河が開通すると、エジプトの国際的な地位は高まった。しかし、スエズ運河の建設は、財政上大きな負担となり、1876年に、 エジプトの財政は破綻し、イギリスやフランスなどの列強諸国に管理されることになった。1881年になると、経済的な外国支配を打破すべく、アフメド・ウラービーらが民族運動を展開する。これを危惧したイギリスは1882年に軍隊を派遣、これを鎮圧するとエジプトを占領した。これと並行して、 スーダンにおいてマフディ戦争が勃発し、スーダンはエジプトからマフディの支配へ移行した。第一次世界大戦が勃発すると、イギリスはエジプトの保護国家を宣言、オスマン帝国から完全に分離させた。1 9 1 9年、第一次世界大戦が終結し、エジプトは講和会議に独立のための施設を送ろうとしたが、イギリスの拒否により断念する。これにより、 大戦以前からあった繁栄運動や独立運動が一層激しく行われるようになった。直接的な支配が不可能であると判断したイギリスは1922年にエジプトを独立させることになった。1923年に憲法を制定し、エジプトは立憲君主国となった。1936年にイギリスと同盟条約を締結し、 中流イギリス軍の縮小に成功した。第二次世界大戦が勃発すると、1940年にエジプトはイタリア軍に侵攻されるが、1942年のエルアラメインの戦いで、バーナード・モントゴメリー率いる連合国軍がエルビン・ロンメルが率いるドイツ・アフリカ軍団からなる、ドイツ・イタリア数軸軍に勝利すると、独位軍はエジプトから撤退、壊滅した。なお この時のファルーク一世の連合国よりの姿勢が数軸国派の将校が多かったエジプト軍内部の不満を高めた。第2次世界大戦末の1945年3月にエジプトはシリア、イラク、ヨルダン、レバノン、サウジアラビア、北イエメンに呼びかけアラブ連盟を結成した。1948年にイスラエルが建国されるとアラブ諸国が 戦線布告、第一次中東戦争が勃発した。しかし、自国こそが、アラブのリーダーと自負したエジプトと同類であるイラク、及びサウジアラビアなどと歩調が取れるはずもなく、1949年にイスラエルが勝利するとエジプトは敗戦国となった。こうして、エジプト王家に対する信頼は、完全に失墜した。 1952年1月、エジプト各地で中流イギリス軍が襲撃される事件が多発する。同年7月23日、ムハンマド・ナギーブとカマール・アブドゥルナーセル率いる自由諸公団がクーデターを決行した。7月26日、ファールーク1世が退位し、幼いフワード2世を残して、イタリアに亡命した。フワード二世が新たな国王に即位するものの、 1953年6月19日に革命政権は王政の廃止と共和制以降を宣言し、エジプト革命は終結した。フワード一世、ファールーク一世、フワード二世。ありがとうございます。